タックの書き方が肉つの季節が通り過ぎても西山とこにも出てこないような思ったの。素敵な場所がある僕が君を連れてくよキスまであと何枚ちゃんとコーラスとか重ねてるんですね。新年明けましておめでとうございます。今年も、そっとよろしくお願いいたします。まあやっぱ見たいな。これみんな見てます？金スマ、もっと金スマ見てたいかな皆さん。みんな知ってることかな。あ、おめでとうございます。え、じゃあまあこんなくだらないユースとですね、聞いていただける方々、まあ、AKB の話はみんな知ってるという体で、始めます。どうも、皆様、明けましておめでとうございます。ちょっとね、前からコメントいただいてるんで、読みます。そう、今日ソッテレやるなんて、3B ジュニアについても語ってねということで、まあ、ちょっとね、大したこと喋れませんけど、今週の、来週の現場予報でチラッと言います。ということで、オープニングテーマ曲は、エビチューサブカル校長の粗末な CD でした。素晴らしいですね、これね。
ちゃんと録音してんのがね、素晴らしい。本当にね、こんなのやるんだったらちゃんとクリスマス別の会場を撮れっていう、まあそういうのいいです、いいですけどね。22時から放送があるみたいだったので金スマ録画にしました。ありがとうございます。26人の方が今見ていただいた、ありがとうございます。これは粗末な CD の中身です。その通りでございました。なんでビーズやねんと思ったら校長がうまいなとね、うまいんですよね。てか稲葉さんじゃねえっていうね、こうカラオケがいいから結構普通に聞こえちゃったりするっていうね。サブカル校長のビーズか、そうです、音源欲しいということで、まあこれはちょっとまあゴニョゴニョと。ワンガンスキーや、ね、ラルク腹立つと、何これと、王じゃねえよとリクエストに答えていただいてます、すいません、あとでもないです。校長ちょっとうまいのが尺に触ると、悔しいけど音源欲しいと。あ、これそうか、あそうですね、そうです、校長が歌う少年隊のワンガンスキーやですと。ちゃんとスタジオで撮ってますから金かかってますね。その通りなんですよね。ちゃんとオーバーダビングっていうか、なんて言うんでしょうね。まあ、実際にね、こう、レックルームとか入ってるかどうかわからないですけど、声重ねてるのちゃんとわかるんですよね。どうしてもこういう表現になるのね、アイドルファンはっていうね。今、金スマですよね。もう、まあ、記号になってますよね。まあ、でも、な、いるからな、いうのまだな。戸ヶ崎さんと。あげますよ。おめでとうございます。おめでとうございます。まだ声が変だよって。あ、僕ですか？まだ声変かな？一応ね、なんかご心配、ご心配ってこともないですけど、体調悪い悪いって言ってましたけど、正月ずっと寝てたんで、すっかり良くなりまして。ありがとうございます。おかげさまでありがとうございました。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あけましておめでとうございます。ありがとうございます。あけましておめでとうございます。あけおめです。おめでとうございます。これ大丈夫ですか？大丈夫です。自分が変だと思ってないだけかな。一応体調はもう大丈夫です。ありがとうございます。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。と。ありがとうございます。TBS 系のネット局がないところに住んでる。あ、そうなんだ。じゃあちょうどいいですね。ね、まあね、やってることは、要するにみんな知ってる、ことをですね、まあ、ウィキペディアに載ってるような、まあ、柱の回とか、最初は7人だったとかですね、そういうストーリーを再生、再現 VTR 仕立てでやってるというものでございまして、まあ、知ってる人にとっては目新しいもんじゃないんですけどね。まあまあ、AKB ファンの人は、やっぱり楽しいかな、と、って感じですね。金スマってやるときはやるからちょっと面白いですよね。はい、そういうわけでですね、このまあいいか、ですね、まあちょっと、一応ですね、まあ年も明けたということで、普通だったらブログなんかでいろいろこうまとめのね、なんかいろいろ今年の重大ニュースとかいろいろ書いたりするんですけど、まあ今年はちょっとまあそれもユーストでやっちゃおうかなっていう感じで、まあテスト放送みたいな感じなんですけども、ちょっと企画的にですね、やってみようかなと。つうことで、まあ、その、別に DD と言ってるからにはですね、言ってる割には、意外に、あんまりたくさん知らない私なので、まあ、楽曲大賞とかって言ってもですね、まあ、ももクロと女子流しかわかんねえなと。だったら、まあ、ももクロと女子流で、今年、
良かったなっていう、まあ、僕の勝手なあの好きな曲ですけども、それをランキングで、ご紹介しようという、そんなことをちょっとやってみようと思います。まあ、今日もダラダラとですね、お風呂入るときは入って、ご飯食べるときは食べて、明日もね、ももくのがありますし、皆さん、適当に抜けてくださいませ。今年もよろしくお願いします。 AKB って何かと思ったら金スマでやってるんですね。そうなんですよね、僕全然知りませんでした。明けましておめでとうございます。そろそろ会社を出るのでご挨拶だけで失礼します。無念。ああどうも、夜遅くまでお疲れ様です。一応アーカイブは残します。くだらないもんですが、アーカイブね、やっぱりあった方がいいかなということで残しますんで、またよろしくお願いします。先日は初めてお会いできてありがとうございました。ちょっとホモクロはいけなかったんですけどね、また今後ともよろしくです。ということで早速いきましょう。あ、そうか、ね、これそうなんだよな、まあいいかということでですね、こっちにちょっと書こうかな。あ、お邪魔します。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。まあちょっとね、桃色クローバー、まあね、まあ今もうなんか大事なこと言っちゃいますけど、今年のね一番のトピックス何かっつったらですね、まあもう桃色クローバーにつきますね。まあなんだよそんなことかよって感じなんですけど、まあ応援してるグループがですね、ここまで大ブレイクするなんていうのは、まあ私まだおたれき5年ぐらいしかないですけども、まあ30人50人とかですね、ヤマダ電機の前でやってた子たちがですよ、1万人の前で、ライブをやって、まあその辺の普通のですね、まあ僕が前勤めてた会社の、まあスポーツが大好きなサッカー少年みたいなお兄ちゃんまでですね、桃色クローバーなんか聞いたことありますなんて言うなんていうグループになったという今年の事実は、まあ去年もね、去年というか2010年もすごかったですけど、まあこの快進撃っていうのはまあすごくてですね、僕も文句をいろいろ言いましたけど、まあそれを体感できたっていうのはとっても感謝をしております。で、今年、桃色クローバーと桃色クローバー Z、ちょっと待ってくださいね。でリリースされたディスコグラフィーということで、まあ、未来ボールから、ロード参加まで、で間にアルバム挟みまして、それの全ての楽曲の中で、まあ、僕が単純に好きなものの順につなげるっていう、まあ本当にくだらないことです。確かに Z になってからの快進撃はすごいけど、ツッコミどころも多かったですよね。まあそうですね、まあ僕もそのここまでその、まあ去年の今頃って言ったらですね、 3B ジュニアのライブで、まあそこのね中野ゼロホールの、小ホールでしたっけ、まあ200人ぐらいですかのところで、まあ普通にチケットが買えて、まあそれはももクロ単独じゃないですけども、青年館直後で、明かりがまだやめるっていう直前か、ねぐらいで見てたのがですね、まあ今の1年間経ったらですね、まあ転売屋は横行するし、何千規模の
チケットは全く手に入らないっていう状況、ここまで1年間で大ブレイクするっていうのは全く予想は僕はもうつかなかったです。だからこれをね楽しませてもらえたのは本当に、まあ文句ばっかり言ってますけど本当はありがたいなと思いますし、まあまだまだこのまんまじゃ終わってほしくないなと思ってます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、うだうだ言うのもなんなんで、39人の方どうもありがとうございます。漏れないよな、お邪魔します。 あげましておめでとうございます。ありがとうございます。これね今気がついたんですけど、ユーストリームで右上にポップアップするなんていうんですかね、これ便利だなと思って、ここThank you.